どうも、ボイケンです。本日は木曜日かな。まあ配線の続きですね。作業をやっていきます。昨日であそこのコンピューターの設置場所がもうそこしかないっていうのがある程度、まあそこしかないわけではないですがね一番ちょっといいところに取り付けようと思います。ただファイアウォールにやはり穴を開けたくないということなので、ちょっとうまくステイを作って取り付けていってみたいと思います。寸法は昨日出したので、ちょっと作っていきます。はい、とりあえずこういうステイを作りまして、あちゃ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 、うまく避けたと思います。でこれつけてここにコンピューターがはまると、で配線を背負わせてっていう感じですね。ちょっと色塗っときましょう。はい、色入れたので置いときましょう。はい、ステイが乾いたので今取り付けました。こんな感じね。で、向こう方にピンクのやつが配線を渡してあるんですけど、これがイグニッションで、ここで、止めてここから出すと。で、こいつがバッテリーのプラスマイナス。よいしょ、いてちょっと待って、こうして、でこっちが CO2 じゃねえや、あの配線さね、オツで、これが電磁ポンプなので、ここがうまくこういうふうに逃がしてこっちへ持ってこないとダメだな。蓋をだからここちょっとくり抜かしてもらって、加工するしかない。よし。で、先ほどオーナー様から電話があって、あのシートのこの下に空間があるのでそこをって言われたんですけど、結局あの、まあ、昨日の動画でも言ったんですけど、あのカプラー部分をくり抜くとまあまあでかく切んなきゃなんないんですよね。でまあ僕も最初それを考えたんですけど、シートの裏、ただあのー、確かこの車ちゃんのシートも綺麗に張り替えられてたんですけど、まあやっぱりあのー、精密部品なのでちょっとそのシートの下というのは怖いかなって考えましてね。それもあるし、まあ配線とかもちょっと足り、ここまで引っ張ってくるにはちょっと足りないとか、まあ、いくつかそういうのがあったので、あのシートの裏ここに入れるのは僕も断念したっていうわけですね。やっぱあそこが一番いいんじゃないかな。あそこだったら何にも干渉しないと思う。まあちょっとね、配線がもこって出ちゃうけど、まあカーペット貼っちゃうんで。そうっすね。だもんで、本当だったらあの辺にもうあのねえ、でかい穴ボンって開けちゃって中引き入れちゃうと、一番楽なんだけど、まあそれも嫌だというのでしょうがないですね。そうなんだよな、シートってあのもうこのぐらいの年式のシートになると、まあ確かね、綺麗だったから中身まで全部張り替えてあってたかな。ちょっとシートをめくって見てないんでわかんないですけど、もしそうだったら、まあ、あの上から何も落ちてこないければ大丈夫だと思うんですけど、まあ、僕も過去の動画で出してると思うんですけど、古い車、こういう車のシート張り替えとか、ここで、まあ、表じゃないですけど中ね、中のクッションの張り替えとかやってる動画あると思うんですけど、中身だけ当時のままとかだとやっぱりボロボロ落ちてくるんですよね、下にね。
なもんでこの中にちょっとね、いろいろ入れるのは嫌なんですね。うん、中身も外身も完璧に全部張り替えてある綺麗なシートだったら問題ないんですけど、そうなんです。そうするとここにカーステ入れたりとか、カーステってデッキね、入れたりとか、まあいろんなものを押し込むこともできるんですけどね。まあでも何かあった時めんどくさいですけどね、シートまた取ってなんだかんだってやるので。よし、まあこんな感じでちょっとここに固定という形にして、ちょっとバッテリーをつなげちゃおうか。ここのバッテリーのプラスの先っぽまだ作ってないんで、これを作りましょうか。これもちょっと固定して、こんな長くなくていいな。なんでこっちから固定していって、ちょっと蓋閉めた時にも大丈夫なようにやっていきますね。では、すいません、超雨降ってきたもんで今洗濯物を取り込みに、あんないい天気だったのにな。もういいよ、うーちゃんお昼寝してましたよ。さてどっちをつけようかな。よいしょ、本当はねこっちを使いたいんですよ、便利なんで。だけどここの幅がね、これつけちゃうとな、ちょっと蓋に当たりそうなんだよな。ねえ、蓋に当たってバチンとかいっちゃったりやだしな。やっぱこっちの平べってやつ使うか。こっちにしますか。よし、はい、今、プラスの方をつなげましたね。こっちです。やっぱりこの薄さじゃないとちょっと怖いのでね、蓋に当たっちゃうかもしれないので、まあないとは思いますけどねそういう風に作られてると思うんで、ただ万が一のためね、バコンっていっちゃった時とかで次はマイナスをつなげたいんですが、ちょっとあれですね、これじゃないな、まあいいや、ちょっとああ実に作業がしにくいとこだ。燃料ポンプの後ろにマイナスのつけようと思って、よいしょ、思ってたんですが、ここね、このここ、こっちにしよう、こっちの方が穴がでかい。マイナスの方だから大丈夫でしょう。で、この燃料ポンプのアースをここへつけよう。うん。あ、違う、燃料ポンプここにつけるんだっけ。これだ。そうだ。フューエルポンプね。あれ、このカプラー入ってたっけかな。ちょっと待って。よいしょ。入ってないですね。そりゃそうか、あれはエンジンの方のキットに入ってて、配線でコンピューターの、こっちは配線キットだもんな、入ってるわけないよな。でエンジンのハーネスはもう全部ここへ出してあるからないんだね。それではほんと？つなぐとか間違ってないもんな。今師匠から連絡があり、Pシリンダーが届いたよというので取り行ってきました。よーし、つけましょうか。ちょっと待って、疲れたな、休憩していい？また晴れてきた。おう、いい天気。しばちゃん、しば犬ちゃんはかわいいね。さて片側だけ作ったので、長さを調節してこいつでつけるのですが、よいしょ、ちょっと待ってね。はい、こんな感じにしてここからフレームへ落とすのですが、ちょっと待って、あ、
腰が痛い痛い。はい、オッケーですね。あとはこいつとどこ行った？ちょっとこれ。ただここのカプラーがないのでできればカプラーでつなげてあげたいけど、それがないので今どうしよう。あと燃料だな。燃料のフィルターも買っとかないとね。よし、ちょっと待って。まあとにかくこれでマイナスプラスはつながる。よいしょ。あ、腰が痛い。ちょっと待って。よし、いいぞ。よし、綺麗に消化した。いい感じ。よし、こっちもまだ完璧には止めてないですけど、下の方から止めてきたのでいいでしょう。ちょっと待って。なのでマイナスはこっちからこう来るようにすると。よし、いいね。まだ繋げないよ。よし、よし。それとここに照らそうと思ってた配線なんですが、フレームの中を通しましたね。うん、中を通しました。ちょっとそうすればね、いいもんね。よく考えたら。よし、次。よし、次だ。MSD とコイル、それとちょっとここの配線を、黒いとこだったら穴を開けていいということなので、こっちへ固定しようね。この辺の配線を、そうすればそこの固定したのに対してこっちのさっきのコンピューターの配線を固定できるんだ。もうちょっとこっち来ねえかな。そうすればエンジンには干渉しないで済む。よし、そうしようね。うん、でこれがコイル配線と、これなんだっけ、MSD の配線もちょっと見てみようか。はあ、ちょっと待ってね。腰が痛いよ。はあ、MSD とコイルはこれでつけるという感じですよ。コイルどこつけるかな。まあ、いったにゃ MSD も配線が、はあ、いっぱいある。結構いっぱいある。いろんなパターンのやり方が書いてあるんだね。で今回このお車ちゃんはこれか。これだな。これになるんだな。ホワイトレッドが来てたね。つなぐとこあんのか。あった。こっちか。これもつなげんのか。
コイルにつなげて、プラスとマイナス、GM イグニッション、これじゃないんですか、こっちか、こっちか、まだあるの、これだと思うんだけど、 MSB のナンバー書いてあったっけ、82073でしょ、あれ違う番号か、さっきですか、820、あれ8877、これ82073ですよね。こっちか。88876。あれ。8877。80なんてないですよ。あれれれれれ、あれれれれれ、あれれれれれ、ないでですけど、これでいいだか。さて。8861、違うよね、これも820だもん、あれ、こっちは8874、どれだかわからないっていうか、このコイルの番号が載っていない、もっと違うとこに番号があるだか、実はないよね、これが番号だよね、あ、これ全部共通かっていうことは、っていうことですよ。8889。ないよそんなの。さっきのは8874、ないよそんなの。全部88だけど。ないんですけど、8877でしょ、載ってないんですけど、いや、どうしましょう、8に行くのが始まってるけどな、ちょっとこの図面の中にはこのコイルのやつが
書いてない。まあおそらくほとんど一緒なんですけどね、ほとんど一緒なんだけど、ほとんど一緒だと思うんだけど、見てると。